一ついいかね、副長。今じゃ新選組も大使千人を超える大組織。その頭が幹部会にろくに顔を出さないってのはいささか問題ですな。ここを通してもらおうか。行け、皆殺しにしろ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、正直言ってこの龍が如くゼロ以降の龍が如くシリーズの中でも多分クゼって上位5本の指に入る人気キャラクターだと思うんですよね。まあありがたいことですけどね。はい、なんでまあぜひ今回こういう作品作る時にはぜひクゼに出てほしいなと思ってオファーさせていただいたんですけれど。ありがとうございます。どうでした？8年ぶりの龍が如くへの出演。まあ、なんせ台本がすごいじゃないですか、うん、前回の龍が如く全部段ボールで来たから、うん、俺何が届いたんだろうって開けたら全部台本なの。いやでも読んだ時に読み切った時に中身が濃くて、なんかあの台本読んだだけでもハリウッドの大作映画一本出た感じがしたもん。あ、実は龍が如く維新って日本でしか発売してなかったんですよ。要するに海外のユーザーってやったことがない。今回そのリメイクするにあたって世界中の人たちに届けたいっていうので作ってるので、それこそ世界中にクゼのファンとかいますから、その人たちが今回出てるっていうのが分かると多分喜ばれるんじゃないかなとは。それはありがたいことですけどね。思ってて、人の演技に当てるっていう撮り方は今回初めてだったじゃないですか。どうでした？俺ね得意なんですよアフレコね。全部の口が長ゼリフが全部合ってないくせに頭と真ん中とケツだけきっちりと合ってた。そうだからちゃんと言ってる、言ってる、見えるっていう。その昔アフレコ多かったですからね、映画ビーバップなんかあれオールアフレコですから。ああでもそうですよね、だって雑音だらけでしょ。雑音だらけ撮ってたら。そう、雑音ですよね。だからどうやってやってんだろうと思って。もうオールアフレコひどい時なんかもう撮影終わって撮影所に帰って昨日撮った分のアフレコで自分のセリフっていうか自分のあれを見て言うんですよね。そう、現場でやってた芝居とニュアンス変えてくれとか言うのね。もうちょっと変えちゃうんですね。そうで、しかもセリフまで変わるときは、はいはい、なんとなく長さが合ってるだけで、うんうん、それもその口が違うのに向こう違うセリフを当てなきゃ。確かに昔の映画ってちょっとそういうとこありましたよね。まあ、あの新選組って多分これまでも演じられてきたような一回だけですね。あると思うんですけど、はい、伊藤貸太郎自体のイメージってなんか最初からあったりします？まあでもヤクザの世界みたいなのと同じで、新選組だったらそんなようなもんでしょ。ああ僕もそういうイメージで作ってるんです、うん、元々京都見回り組、はい、そうなんです。あの時代のヤクザなんだろうなと思って。そういう中にいたら次の天下とか後目を取ったりしようと思うやつはいるよね、うん、そういう力の世界ってやっぱり次近藤をさ取って自分が乗っ取るんだなんて、ね、絶対なんね、出てくるもんね、はい、実際もそんな感じだったんじゃないかなとはちょっと思ってるんですけどね。俺決してこうなんかこう小説でも書いてるような美学だけではない気がする。まあきっとのし上がりたいとかその野望みたいなのあったんで、すごいまあ龍が如くに向いてる題材かなとは、ね、そうね、なんか時代ヤクザ版時代劇みたいな、うんうん、ぜひ今龍が如くゼロ YouTube でプレイしていただいてると思いますけど、はい、こちらも発売したら、いやもうぜひ、結構ねストレス発散にいいよ、うん、もうすれ違えると全員にぶつかってくからね俺、うんうん、でそのうち後ろからおい待てよと、おい来やがったどれだ不良かチンペラかみたいな、うん、でとにかくボッコボコぶっ倒してガンガン金稼いで、うんうん、するとスタッフがあのすみません早くクゼのとこ行ってもらっていいですか。あずっと進まないから全部チンピラと暴走族殴ってるから、うん、全世界の皆さん伊藤貸太郎が会いに行く、待っとけ。